ャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、ドゥン、アクリル板、透明のアクリルの板なんですけど、これを使って今日は小物入れを作っていきたいと思います。あ、どうしよう、小物入れいいかな。アクセサリーもできれば作りたいんだけど、でちょっとね、久しぶりのこのアングルで今日はゆるーくやっていきたいと思います。何も考えてないで動画回してるんで、おそらく失敗すると思うんですけど、よかったら見ていてください。今回使っていくのがこちら、東急ハンズで買ったクリアのアクリル板の板、1枚180円になります。でこの他にも色付き、黄色とかピンクとか、なんか可愛い色のついたものもあったり、これよりも大きいサイズの板もあるので、まあ、作りたいものによって板の大きさや色を選んでみるといいかと思います。で厚み的には3ミリぐらいあるのかな、結構薄めの板です。これよりも太いのもあったり、まあ、中くらいの太さもあったりするんですけど、一番薄いのが多分加工しやすいかと思います。であと準備したのがこちらですね。本当はホットプレート、なんかさ汚くない、これ。あれだ、ろうそくだよ。これでろうそくやったから、ろうそくのろうが微妙に残ってる。でそしてこちら、本当はホットプレートとかあるといいんですけど、うちホットプレートないんで、電子調理器っていうのかな、微妙に汚くてなんか申し訳ない。でこういうのじゃなくても弱火、あのガスで弱火で大丈夫です。そしてあと軍手、やけどするので軍手は必ずしてください。でこれで準備は完了です。そしてだいたいフライパンを160から180度ぐらいに温めますって言っても多分わかんないので、適当に温めます。そして温まったらアクリル板、これを普通に油を引かずそのまま入れていきます。良い感じですね。でしばらくするとアクリル板がこう曲がってくるので、良い感じですね。こんな感じ、微妙に曲がってくるんですよ。この曲がってきたらひっくり返します。よし、ひっくり返して 2,3 分蓋をして待ちます。これぐらいで今ちょうどいいぐらいです。ちょうどね、こうふにゃふにゃって、あんま触るとこの軍手の跡がついちゃうんですけど、こうこうこうくるくるって、こうほら、やわやわらかい、ひゅってすっごい曲がるようになるんですよ。こうなったらもう OK ですね。でこの状態になったらあとは型取っていきます。で型取りに使うのがこちら、トゥトゥ、まあ、これは私の場合ですけど、こういう瓶、ガラスの瓶を準備してください。この蜂蜜美味しくてもうないです。でひっくり返しておきます。これで準備完了です。あとは出来上がったアクリル板を、いきますよいきますよ、これ結構一瞬の勝負なんですけど、こう真ん中ら辺にクッと置いて、グイッとグイッとグイッと形を作っていきます。クッ。でこの時ね、結構熱いんで、軍手は本当だったら二重にしてた方がいいですね。でグッグッグッと押し付けたら、一回これを抜いて、で戻ってこようとするんですよ、アクリル板まだしばらく。なのでさらにグッグッグッと押し付けて、いいね、もうだいぶこれで固まってきました。ドゥドゥーン。はい、ということで簡単に小物入れができました。でこれは本当アクリル加工の基本的なやり方なので、今日はもう一枚板を使ってアクセサリー作りに挑戦していきたいと思います。じゃあまず本当最初と同じようにアクリル板を温めていきます。よいしょ、ほい。そして蓋をする、しばらく待ちます。うっつ。でこんな感じで柔らかくなったんですけど、ちょっと私温度上げすぎちゃってピリピリっと割れ目が入ってしまっております。なので皆さんやるときは気をつけてください。でこの状態でちょっとブレスレット、自分がしたい太さのブレスレットぐらいにカットしていきます。ちょっとね、雑、なんか線とか引いとけばよかった。良いね。そう、温めると柔らかくなるんで、ハサミでも全然切れるようになります。なので星とかハートとか書いて、熱い、星とかハートとか書いて、なんか好きな形に切ってアクセサリーのモチーフ、ペンダントヘッドとかにしたりするのもいいかと思います。で腕の太さのものがあんまなくて、
ってとりあえずこの瓶にくるっとくるっと巻きつけて、いや自分で調節した方がなんかいいかもしれない、くるっとこんな感じかな。なんか腕のもうちょっと大きいアクリル板用意してた方が良かったな。あーでもこんぐらい、短いよ。あ、逆にでもさ、焼きすぎた時のこの気泡が綺麗かも。これ綺麗じゃない、このなんだろう、逆に綺麗。1個目完成です。逆にこれ指輪とか作った方がいいのかな。でこのハサミで切ったところ断面は熱してちょっと滑らかにしてあげます。で途中で硬くなってきたら温めてあげて、もう一度形を整えてください。はい、という感じで一応見えるかな、透明だからちょっと見にくいかもしれないんですけど、形作り終わりました。まあ、ギリギリ腕にはまるけど無理やりはめてます。でこれこの透明のままでもまあ可愛いとは思うんですけど、せっかくなので今回色付けをしていきたいと思います。色付けるのに使うのがこちら、この前ネイル動画で使ったキャンドゥで買ったリキュールネイル、これクリアカラーで可愛いんじゃないかなと思うので塗ってみたいと思います。マニキュア塗るときは表面に塗るよりもこの裏面に塗った方が表面のこのツヤツヤ感が生きてくるので、裏面に塗るのがおすすめです。あ、可愛いね、涼しげ。こんな感じで塗り終わりました。可愛くないですか、ちょうどいい透け感ですっごい涼しげでいい感じです。いいね。でもっと濃くしたかったら二度塗りしてもいいと思うし、でもこのまんまでも十分可愛いと思う。いい、オレンジこんな感じです。これもこれで可愛いですね、すっごい可愛い、いい感じ、夏っぽい。他にも100均のマニキュア家にあったのでこれも使っていきたいと思います。アクリル板のちょっと大きさミスで手腕につけるには小さいサイズになってしまったんですけど、このサイズさえ合っていればいい感じのアクセサリーにできたのかなと思います。で小物入れもすっごい透明感があって、これも塗ろうかなって迷ったんですけど、この透け感がいいなと思ってこのまんまにしました。すっごい綺麗です、いいですね。そんな感じで今日はアクリル板加工をやっていきました。とっても簡単なのでぜひぜひやってみてください。ただ私今回腕のサイズ測るとき軍手の上からそのままやってたんですけど、それは本当に危ないので、できれば自分の腕のサイズに合ったような瓶にグッと押し当てて作ってください。夏休みまだ工作終わってないっていう方はこれもいいんじゃないかなと思います。とっても簡単で可愛いです。という感じでこの他にも手作りの動画いろいろと出しているので、過去の動画も見てくれると嬉しいです。そしていいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。